こんにちは有気画集です今日は納得事務所の少年 b の住む家という芝居の話をします作はイボラムさんそして演出は真田部隆さんが当たりました真田部さんの演出はいつものように非常に真面目で紳士的でそして誠実な感じが 全体に現れています少年 B というのはかつて殺された少年のことであってそしてこの家は14歳の時6年前ですけれども14歳の時殺人事件を起こした息子を持つ家族を 描いていてます少年 B はその時殺された少年で芝居の後の方に心象としてその少年 B の亡霊が登場しますそれでその家の息子は自殺未遂を起こすことになるんですけれどもこれは死なないで結局病院で助かります。 この殺人事件により7年の実刑判決を受けたわけですけれどもその後仮釈放され保護観察中という状態にあります事件自体は6年前に起きていますそれでもその実刑に服した後家に帰ってきても近所からは付き合いがありませんし それからその家は悪魔の家と言って、いろいろいたずら、嫌がらせの電話、それから時には石を投げられてガラスが割れたりする、そういった被害が生じます。この芝居は、この加害者の側に立って、加害者の人権も考えなければならないということを訴えるような内容になっています。事件を、 起こした少年デファンを立山早田さんが演じています引きこもりの状態なわけですけれども懸命に生きようとする様子が伝わってきますそしてその家族の父親を演じているのは田中茂博さんです非常に 真面目な性格自,自動車整備工をしているんですけれども堅物男という感じを描いていますそして母親は非常に心配性息子のことを常に考えている心配性なわけですけれどもこれを紀藤紀子さんが演じています常に息子をかばい 息子が普通には生きられないのではないかというふうに悩んでいますそしてこの息子には姉がいましてその姉はソウルに住んでいるこの役を森川由紀さんが演じていますソウルに住んで化粧品の販売をしながら母のことを心配して訪ねてくるという役柄です そして近所に向かい側に引っ越してきたあ新しく引っ越してきて事情をよく知らない近所の奥さんという役があります。この役は近所を代表してて知らないものですからいろいろこの家にこの家に話しかけそして後で真相を知ってびっくりすると。 いうような役柄ですけれども妊娠中のおばさん役ですこの役を森尾舞さんが演じていますいつも彼女の役は非常に緊張した部分が多い役柄を今まで見てきましたのでこの何も知らないおばさん役というのは私には新しい経験でした ずいぶんいろんなことができる女優だと思いました。そして、保護観察中なので、保護観察官が一週間に一度訪ねてきます。この役を斉藤淳さんが演じていました。いつものように大変美声です。この三月からずっと、 コロナ状態になって芝居をしばらくやっていなかったわけですけれども公演中止になる直前に見た芝居が斎藤潤さんのやっていたマクベスでした随分水を使って大活躍されていましたそして少年 B のお亡霊新象として登場する少年 B は「 野党寺雄介さんが演じています芝居の冒頭母親が朝食を作っている場面から始まりますその時ラジオのニュースが聞こえてきてセウォルゴ事件の対応で政府が批判されているということを報じています それでこの事件が2014年に起きているんだと現状設定が2014年だとわかります私は東京での仕事を始めた時は2014年だったのでこのコ頃のニュース時期をよく覚えているのですがそれでもわからない観客に向けては父親が途中でここに暮らして もう22年になると1992年からだというセリフがあるので今が2014年であるということがわかるようになっています装置は韓国の現代作家2つの作品昨日見たケダモノの時間という芝居と同日に 行われるようになっているので獣の時間と同じ装置が基本的に用いられていますが下手にキッチンを作ってこれが家庭であるという雰囲気を出していますまた別の芝居でテーブルの下にあった穴ぐら、ここからは少年 B の亡霊が登場するようにできています ここの家の息子、デファンは、どうやったら普通の人と同じように暮らすことができるのかということで深く悩んでいます。そしてこの家族自体が近所からの付き合いが行われないので、非常に孤立している状況が状況を感じさせます。 ソウルに住んでいる姉は一生懸命やってこの殺された少年の姉がチェジュ島に住んでいることをフェイスブックで発見し家族でチェジュ島を訪れることを示唆したりします。この芝居はいわゆる加害者の人権。 をどう考えるかという問題を正面から扱っている非常に興味深い作品だと思いました少年デファンは最後に病院から帰ってきた後チェジュ島に向かいます相手は聞く耳を持たないかもしれないがとにかく許しをこう そののための旅に出るわけです対話が成立するかもしれないこの家族は孤立した状況から脱却できるかもしれないそして少年デファンは普通の人間として生きられるようになるかもしれないという希望を抱かせるような終わり方をしています。 母が芝居の途中で柿を買ってくる場面がありますがその時食べた柿はとても渋かったそして芝居の最後の部分でこの柿が甘くなっているというのを発見するようになっていますその時のセリフは姉が母に向かって言うのですが 時が経つと甘くなるものなのよというふうに言って母に柿を食べさせるという場面です時が経てば許されるかもしれない時が経てば加害者と被害者の間で対話が成り立つようになるかもしれないという希望を抱かせるエンディングであり 非常に考えさせられるところの多い芝居でした。演劇は人生の重要な一部であるとお考えの方はチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。